い、こんにちは。自然農法家樹園アイアイファームの自然農法家ともちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。YouTube もずっともう前からアップしてるんですけど、最近ですね、自然農法家樹園の番組を作るぞっていうことで、やり始めました。でもまだ慣れませんね、いつまでやってもね。はい、私の後ろには菜の花が咲いています。今はですね、お彼岸のお中日が終わった2024年3月、今日は22日です。菜の花が小さいんじゃないかな、菜の花咲くのが遅いんじゃないかな、もう3月も終わっちゃうよっていうことなんですけど、ずっとこのね、はい、こちらは自生している青菜っていうのの種をまいて生やした菜っぱなんですけど、ずっと冬中、秋から冬ま冬中、取って売ってたんですよ、販売してました。はい、まあお店には出さなかったんですけど、セットで販売してました。でそれが取ってたので遅いんですね、咲くのか。はい、これが、取らなかったらもうちょっと早く咲いて、もっと大きな背丈になってたのかな。これからぐんぐん伸び出してきて、どんどん咲いてくると思います。楽しみですね。菜の花の黄色はとっても綺麗です。はい、今日なんですけど、こちらですね、ちょっとね寒かったので、ここのとこビュービュー風が吹いて寒かったので気になってきたら、やっぱりこれ寒さで花がしおしおって、まあもう時期も終わりなんですけどね。うん、この木はですね、団地さくらんぼって言います。普通のさくらんぼよりも本当にちっちゃい、普通のさくらんぼってこのぐらいの大きさじゃないですか、2センチ3センチぐらいのもありますよね、大きいのはね。団地さくらんぼっていうのは1センチ弱ぐらいから大きなもので 1.5 センチぐらい、その代わり真っ赤になって、しかも皮がとっても薄くてデリケートで、お店には並んでないです。でこれを何年か前からうちでは販売してるんですけど、結構ね、お客様は楽しみにしていらっしゃる方もいらっしゃいます。すっごい可愛いですよ。アイスクリームの上なんかにちょこっと乗せるとほんと可愛い。形はね、さくらんぼの形です。でちょっとねビニールは貼ってあるんですけど、ちょっと心配になってきたんですね。ならなかったらどうしようとか思って、寒さでほら花が小さいのもありますね、寒さで咲ききれないのもあります。強い寒さに当たっちゃうとこうやって花が咲ききれなくて終わってしまうんですね。うん、まあ、なってほしいんですけれども、こればっかりはねしょうがないですね。はい、霜よけ、寒さよけに下で燃やしたりは普通のさくらんぼの場合はするんですけど、団地さくらんぼの場合は強いので、まあ、やらなくても、上ビニールかかってるからやらなくても大丈夫だろうって鷹をくくってるんですけど、さあ結果はどうなるでしょう。あとのお楽しみです。じゃあさようなら。いつもご視聴ありがとうございます。佐藤さん見てますか？風邪ひかないでくださいね。今ね、とっても寒い時ですよ。まだまだ寒いです。あと2日、3日ぐらいの辛抱です。なんだ、もうちょっとじゃん。それじゃあ。